こんにちは、札幌占い美容師山笠の後藤です。今日はモデルさんが持ってきてくれた、結構この黒っぽい前髪割れるんですよね。前髪割れます。で、前髪結構短く眉上にするんですけど、前やった時は浮いちゃったから、浮いちゃったんですよね。浮きましたね。ですね、はい。なのでカールが必要かなと思ったので、前髪はドライングパーマのドライングパーマの、ちょっとしっかり版のやつで、ちょっとやって、あと全体は髪質改善カラーみたいな感じでちょっとやっていきたいと思います。で、髪質改善しながらちょっと癖も少しあるので、矯正がかかってるんで、ちょっとその着火バンド残ってる感じはあります。なんでちょっと毛量もちょっとあるので、髪質改善で少し、今後結構胸ぐらいまで、胸下ぐらいまでね、そうですね、プランとしては今の現状は伸ばしていく感じなので、今重さがねちょっと取りたいっていうことだったんですけど、重さがちょっと必要になりますので、あんまりすいちゃうと伸びてる過程で結構パサパサしてきちゃったり、あとここに結構くびれが入っちゃったりとかするので、結構ストレートのストーンっていう感じのこれそうなのであります。あんまりすかないでやりたいなと思います。下はちょっと揃えたりとかしようかなと思うんで、今日前髪カットですね。前髪結構がっちりいっちゃっていいですよね。はい、はいはい、結構ガラッとこれ変えたいと思いますので、まずじゃあちょっとやっていきましょう。じゃこれで、前髪を前髪のドライングパーマをやっていくんですけど、で根元の癖のところをドライングで癖取りたいので、とりあえず方法としては、とりあえず巻く前に全部やっちゃう、根元の方つけちゃうと垂れちゃう可能性があるんで、巻いてから根元つければいいかなって僕は思ってるんで、巻いた後ターバンしてですね。なのでとりあえず今毛先だけ最初に塗布して、こういう風な感じで、で巻いて、後でね切っちゃうので、このカールはほぼないっていう感じなんですけど、で毛先の方に荷材を塗布していきます。はい、で後で洗うので、とりあえずこのぐらい全体に泡立てます。通常の髪質改善の時もプレで軽く、シャンプーはしますね。でこの状態に、前髪がまだ、不十分なので、もう一回荷材をと前髪だけつけます。すいません、ちょっと冷たいですけど、はい、プレでモモンガオイル還元剤を塗布してからカラー塗ってたんですけど、やっぱり若干ね毛先が溜まった水に、それ検証すると分かります。であとは席で塗っていくので、今シャンプー台でつけて、でこれお席で、ちょっとなじましていきます。根元の方を、ちょっと塗っていきましょう。前髪のパーマかけたところはちゃんとコーミングしといて、した状態で放置しないと根元のこの癖取れませんから、ここちょっとコーミングしといてください、はい、そうするとここの癖が取れてるので、あとで、割れない感じに今もなってますので、切っちゃうんでね、カールのところはだからもうカールほぼない状態になると思うんですけど、ちょっとずつコーミング、スライス取って、全体にコーミングして、細かくコーミングして、なじんでないところがないかを確認していきます。こうやった時にもし毛先が沈みそうだったら、ボウルのカップにお湯を入れてきて毛先だけを漬け込むっていうのも、綺麗なグラデーションを作る方法なので、皆さん多分これ使ったことないと思うんですけど、あとですね、例えば僕マテリアよく使うんですけど、マテリアの弱いミューってやつと通常の、例えば P の8と P の8ミューっていうのがあった場合に、これ皆さん、そしたら根元側からこれこんな感じになります。このまま根元からこういう風につけていきます。でシャンプー台で手術できるのがやっぱり結構楽でいいかなと思います。はい、今カラー剤流したんですけど、ここからモモンガオイル還元剤プラスモモンガパウダーが混ざってるものです。こちらですね、これはモモンガオイルに対してモモンガパウダーが 10% 混ぜます。でそれに、同じ量ぐらい熱湯を入れてます。いや冷たいですから、でさらに薄まってる感じなんですよ。このぐらいで大丈夫です。でお湯を入れないと
いいですかね。中間にまずこうつけていきます。根元にはまずつけません。中間から毛先にまずつけるんですね。はい。で、今上がってきた状態なんですけど、このムササビクリアコートを乾かす前に使うと髪質改善の時よりいいんですね。でこのような感じに、まずは前髪をちょっとどうなったか見てみたいと思います。これ今僕はハンドブローだけでやってるんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。はい。ここ分け目ないですよね。本当だ。はい。何も今ブローも一切してない状態で、この分け目がない状態で少し内に入った状態に、癖毛が取れたので、これでカットすれば今まで前髪が浮いて短い前髪ができなかったっていうのが回避できたと思います。はい。これでここの癖がない状態になってますね。はい。まあ、矯正ではないですけど、結構矯正よりソフトにできるんで、結構ドライイングの方法はいろいろバージョンがあるんですけど、今日やったのもまたおすすめですね。結構大丈夫そうじゃないですか。はい、すごい。はい、はい、でこれでちょっと続きをやりましょう。フィンガーコームだとこのままフッと取ってそのまま入れるんで結構楽です。毛先が入りすぎちゃった場合、前髪はまだやってないんで前髪ちょっと切りましょう。前髪は R2 じゃなく R2 ですね。 R2 で切ります。で、2段に分けて表面の保険で残しておいた方がいいですね。中をまず切ります。 R2 セリングで、切るとこのまま指で押さえて、結構これは使いやすいんで、 R2 は本当に横にバツって切ってもライン出ないんで、ライン出ても綺麗というか自然なんですよね。なので結構使いやすいです。で上のを落として、で上のを今度ちょっとそれより長めでカットします。で今度は、今結構切ったんですけど、今度はコームなしで、上から持ってきて、ちょっとこれ難しいですかね、親指を持ってきて内にイングラウンを作った状態でこのダブルバングの表面を合わせていきます。ショーバルタンでちょっと長尻を合わせます。ちょっと出たとこをカットします。コームで押さえながら、重くしたいんですけどセンターの量感がちょっと溜まってて、ちょっとバランスが悪いんで、そこの量感を帳尻合わすのに T4 セリングでちょっとだけいじります。なんかここだけ層が厚く見えるんで、その原因をちょっと中をちょっと少しセニング入れます。表面は重い方がいいんで、層ですね、こうやった時のコントラストを統一化させるのに今セニング入れました。はいですね。で R2 セニングで切ってます。そしたら今度は毛先ですね、ブラント2セニングですね。ブラント2セニング結構使うんですけど、このブラント2セニングで結構バババッとやっちゃいます。はい。でバランス悪い時にどうするかっていう と、テイクセニングもしくは、この T4 セニング使うんですけど、これで一回バーコードスライド、バーコードで一回見た方がいいですね。であとまあ裏技としてはこれ反対側にしてムササビバームオイルを、あまりこれね結構ムササビクリアコートつけてるんで結構しっとりしてるんですけど、最後のまとめにちょっとこれをバームをちょっとつけて毛先の方に
僕ね鏡見えてないんで、これカメラなんで、いまいちちょっとどうなってるか分かってないんですよね。いやいや、ちょっとちゃんと見えないですよね。いや、私も見えてないですよね。どうなってるの。確かに見えてないですよね。でこういう感じなんですよね。まあ、一応ちょっと見えてないけど終わったと終わりましたよっていう感じですね。はい、ちょっとずらしましょう。見えますか。え、すごい。これ前髪、はい、浮いてないんですよ。へえ。実はすごい。そう、結構違いません。違う、全然違う、はい、浮いてない。この短さ初めて見ました。そうですよね。すごい、すごい。そうそうそう、これ浮いてないですよ。普段だったら浮くんで、うん、あの浮かない感じに今できてるのと、あと髪質改善 で、はい、で色もちょっとこう黒くなるんで、そうですね。で、あのバランス、カットのバランスも整って、はい、めっちゃ綺麗に触ってみてください。結構綺麗ですか。はい、あ、すごい、サラサラですね。そう、しっとりサラサラの質感が作れてると思うんで、全然パサパサしてない。そうですね、結構鎧をつけてる。すごい。これどうしたらこれを保てますか。保てる。あ、しっかり乾かせば、洗った後しっかり乾かせば、はい、あとはこういうバームオイルっていうのがあるんで、こういうのつけたりとかすれば全然いけます。すごい。すいませんね、顔に毛が。